川島奈には昭和24年6月14日は日本の大陸浪人。万毛独立運動の先駆者として知られる。品の国松本城下に松本藩士、川島義明とその妻、英子の長男として生まれる。出生時には父親が長州政党のため大阪に出陣中であったため、奈にはと命名された。明治8年に一家で東京に移住。 その後、東京外国語学校に入学し、中国語を学ぶ。明治19年に同校を退学。同年に、上海に渡航し、中国各地を見分する。明治22年、病を得て帰国。明治27年、日清戦争が勃発すると、陸軍通訳官として従軍、中国大陸から台湾に転戦する。明治29年、台湾総督。 野木マレスケの地層を得て、台湾総督府管理となる。明治33年の義和団の乱では再び、陸軍通訳官として、派遣軍に加わり、後には、軍政事務官を兼任し、警察業務に携わる。翌、明治34年に、行政権が、新庁に返還されると、警察業務を評価された川島は新庁に雇用され、北京刑務学堂の学長に就任し、 警察官の要請に尽力した。清朝に雇用された外国人の中でもその給料はトップクラスであり、一回の陸軍通訳官としては破格の待遇であった。この頃から清朝の皇族で新朝八大最終家の筆頭である祝親王前期や祝親王の妹婿で猛高校の格拉親王、軍産ノルブラと信仰を結ぶ。 明治44年に起こった侵害革命によって、新朝が滅亡すると、日本の陸軍参謀本部の中堅商工と通報し、祝信能を北京から旅順に脱出させ、翌年、祝信能を要して第一次万毛独立運動を計画して、実行に移したが、日本政府の計画中止の命令により挫折し同年、帰国。計画に関わった商工の中には、 岸矢次郎や小磯国明がいた。祝親王とは義兄弟のちぎりを交わしており、大正三年には祝親王の第四川日の子で、第十四王女である愛新隠れ明を養女としてもらい受け、川島義子と名付ける。義子の他にも、祝親王の子女を日本に呼び、教育を受けさせている。なお、義子の他に祝神王の長男の次女、角、を養女とし、 川島連氏として入籍させた。しかし、吉子は入籍させておらず、そのため、戦後吉子が官官罪で、国民党に訴追された時に、日本人と認められず、処刑されてしまうことになる。大正5年、第2次、大熊内閣の、繁栄政策の下で、参謀本部、関東と特府などの講演を得て、第2次万毛独立運動を画策したが、 この時も日本政府の方針転換と、遠征外の死去などにより失敗に終わった。その後も、何和は、政府要路に対してしばしば、満毛政策について権限し、満毛独立を主張した。満州事変の結果、昭和8年に、満州国が建国されるにあたっては、共和制を廃して、訂正を主張した。昭和十年満州国皇帝となった新朝廃帝、 不義が来日した際には、皇帝は、特別に、川島邸に直死を派遣して、その功をねぎらった。昭和24年、長野県の黒姫で83歳で死去した。墓は、松本市有ヶ崎の聖林寺にあり、妻、福子、幼女、吉子の名が墓石に刻まれている。ありがとうございます。